はいじゃあよろしくお願いしますえー、今回は高校受験対策の関数シリーズ第50弾やっていきましょういやついにね50ですまあ、だからといって特別な問題ではないんですがえー、今回問題3問ありますのでまず1回動画止めていただいてぜひチャレンジしてみてくださいでやってもらった後に分かんなかったり不安なところがあれば今からね自分が全部解いていきますので聞いてもらえたらと思いますいいかなでは早速ねまず1番からやっていきますのでどうぞよろしくお願いします よしじゃあいつも通り画面下げますのでお待ちくださいよいやそれにしてもおうおう50ってなかなかよう続けたなと <laughs> しみじみね少し思うところもありますけどもでは参、ま、りましょう でまあ、いつも言うように問題文に書いてある情報を、まあ、必ず書き込んでいきます、まあ、しつ毎回ね見てる方はしつこいと思うかもしんないけど大事なのそれだけあの受験本番の時もここに書いてあることを毎回チェックしてこうやってね確認するんではなくてもうここだけで全部頭がこう問題を考えることができるように情報を移していきますでまず関数が2個ありますねこう上の方と下の方でそれぞれが y=2 分の 1x2 乗これが y=2 分の 1x2 乗 2乗で下が y イマナス x 乗ですね。Y イマナス X2 乗で abcd の4点がありましたちょっとあえて今書き込んでないんですけどまず、えー、と a が、えー、と1のこっちねグラフ上にあって、まあ、こっちにありますと。でそれが x 座標が t なんですよね。で今回実はちょっとだけ特殊なところがあって、a、x 座標が t、まあ、こうなります。 で、これですね、その座標のよく X 座標をこうやって文字を使って置く問題で出てくるんですが、この時にこれを書いたら自動でこっちも書きます。これだけ X で書くんじゃなくて Y も一緒に書く。で、どう書くかっていうと、A はこの関数の上にあります。Y イコール2分の 1X2 乗の上にある。その上にあるんであれば代入することが可能です。これが関数だから。だから X が T ってことは X のとこに T 入れていいわけよ。 そうすると、y イコール二分の一 t の二乗になるでしょ。y イコール、つまり y 座標は二分の一 t の二乗って言ってくれてるから、もうこうやって書いていくの。こうやってね、ちょっと、ちょっと下げます。して。で、今回何が問題特殊かっていうと、もちろんこうやってね。ある座標の x 座標 t とか、まあ s とかって文字をつい使っておくことっていうのは、まあよく見る問題なんですけど。 大体が、そのさ、今回も3問ありますけど、小問が1、2、3って入ってるじゃないですか。最後の問題とかで振られることは結構多いんですよ。丸3、まあ、問い3。で、A の X 座標 T とするみたいな。で、割と難しい問題で振られることが多いのね、こういうのって。でも今回はもう最初の問題で振ってるから、1、2、3、全部を通してこれを扱っていきなさいっていうのはちょっと珍しいんです。ただ、この、 座標もね、X 座標を違う文字を使っておくっていうのは、慣れておかないと割と止まります。ペンが。で、下手すると多分この問題全部落とした子もいるはずです。やった方の中で慣れてないと。でも、慣れてしまえば取れます。このタイプは。だから、そのためにね、あいい確認ができると思って今回この問題を採用させてもらいました。で、ちょっと話がね、ごめん、話がそれましたけど、で、B はここの対象です。ちょうど反対にいる、ここですね。で、この時、 こいつの座標も書けます。この対象ってよく出てくるんですけど、これとこれが対象なので、まずね、まず、y 座標って同じじゃんって気づいてください。y 座標、こっち。だってな、高さだから、y 座標って。t の2分の 1t2 乗でしょこっちの2分の 1t2 乗。高さ同じだから、y 座標は一緒です。で、x 座標は、こいつにマイナスをつけたものです。 ななぜならここが5だったらここが5でしょってことはこっちはス5だよね対称なんだから鏡に映ったらこう同じになるわけこいつがね対称の軸になってだからここはて座標も置けますで C も同じです C は真下に下ろしてきてるこうやってこの辺かこうなってんだってそうしたら何が同じって今度は x 座標が同じですこいつとだって5だったらこっちも5だしこっちも5だからね 同じとこにいるから。X 座標が同じ。で、Y 座標は、あ、じゃあこいつにマイナスを、じゃそれは違うからね。対象とは言ってないから。じゃあどうするかっていうと、今度は C はこの関数の上に乗ってんだよね。この関数の上に乗ってて、X が T だから、ここ、XT、こっちに代入すればいい。そうすると y、Y イコールマイナス T の2乗になるから、ここの座標もすぐわかると。 いいかなこういう風に座標を置くことができます。1個の場所の X 座標が決まっただけでね。で、D はちょっと特殊なんで置いておきましょう。で、1番。えー、四角形 A, B, D, C。まあ、D があると思って。A, B, D, C です。こいつが長方形となるとき、点 D の座標を T を使っておきなさいと。長方形になると言ってるので、つまり、綺麗な四角。 ここも真下に下ろしてきてるし、真横に来てるっていう。斜めに、ちょっとここだけ凹んでますよ、みたいな四角形になりませんってこと。じゃあどうなる座標はって言ったら同じよね、考え方はさっきと。ここはだってここの B と D、まっすぐ下に下ろしてくるんだから、X 座標一緒でしょここ。で、代入してもいいんだけど、こいつと Y 座標同じだよね。沈み方は C と D 同じになるはずだから、ここはこうなるはず。だから、1番。 はもうすすすぐ解けますねマイナス T のマイナス T の2乗これでで終了ですだからここだけ見るとさめちゃくちゃ簡単に見えるんですけどこの段階をたどってるんですよこの D にたどり着くまでには。でこれが慣れておかなないいと手が出ないでもしこの問題ね、えー、と出会った時に全然わからなかったって方がいるかもしれないもしかしたらそんな方ヒヤとへこんでるかもしれないできなかったから。 凹む必要なんてない。ここでできるようにすればいいんだから。いいここは練習試合だよ。ね、練習試合やってるだけだから、練習、練習試合で失敗しようと負けようと構わないんだよ。本番で勝てばいいんだから。いいかなだからぜひね、で、あの、凹ん、凹んでもいいんだけど、そこで打ちひしがれないで、ぜひこのね、動画使ってできるようにしてください。で、次が t が4です。で、これは1番だけの情報なんで消します。1番で使ったやつだからね。 で、えっと t を4とします。点 c、こいつを通り、傾きがマイナス3の直線の式を求めなさいと言ってるから c、こいつでしょで、今さ t が4って言ってくれてるから4代入しましょう。そうすると c はこうなります。4のマイナス16。で、こいつを、えー、通り、えっと傾きがマイナス3。 の直線求めなさいもしこう書いてあったらね、まあ、解ける方も多いと思うんですよ。その前の、ここが C が分かってないからね、まあ隠れてた情報だ状態だったから、そうすると、あってなる子もいたかもしれないんだけど、まあこうなればね、もろたって思ってください。まず、直線の式って言われたら y、y イコール ax プラス b。ね、これがもう、肝です。直線って言われたら。じゃあこれ使っていきましょう。で、傾きがマイナス3って言ってるから、傾きって A のことね。 A は傾きです。だから、最初から A のところはもうマイナス3入れていいよって言ってます。こうなる。ちょっと使った情報なんで消しますね。で、あと4の16、あ、4のマイナス16残ってますんで、ここに代入します。Y のとこにマイナス16、X のとこに4。マイナス3かける4なんでマイナス12だね。プラス B。これを解くと、P、あ、B イコールマイナス4。これが出たから、これをここに戻してあげる。 そうすると y ス3 x ス4となってこれで終了となりますさあラストですね3番点 BC を通る直線ちょっと書きましょうかおっと。ささ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  <laughs> ちょっと分かってきた BC を通る直線の傾きがス2となるとき A の座標を求めなさいとでまずですね、えー、BC の、えー、傾きがス2かなでここから何をするかっていうと結局 A 求めたいんだよね、A、でまあ ABC どれでもいいんだけどどれを求めようとも欲しいのは T なんです。 t さえ分かっちゃえば、もう全部座標分かるから。じゃあ t 欲しいなって。じゃ t 欲しいんだけど、それを出すためにどうするかっていうと、これを使っていきます。で、ここで、今、これね、座標は出ていると。で、傾き。こいつは、さっきね、この a の部分が傾きって話をしたんですが、もう一個名前があります。それが、変化の割合です。この上に書いた y イコール x プラス b。 傾きと変化の割合がこの A です。ちなみに B は切片です。名前も覚えてね。で、変化の割合には公式があります。それが、X の増加量。増えた量ってことね。分の Y の、ちょっと点々、増加量。X の増加量分の Y の増加量っていうのが変化の割合の公式なんです。 で、今、傾きと変化の割合って、ま、同じもの。ちょっとイコールに変えちゃうね。同じものなので、傾きもこの公式で出すことができます。だから、今、それを使って求める。で、どうやるかっていうと、今、BC でしょ使うのはこことここです。で、どっちからどっちを引くんでも構わない。まず決めましょう。いい。どっちからどっちを引くか。で、じゃあ自分は今、C から B を引くと決めました。いい。まあ、どっちでもいいんだけど、逆でも構わないけど、俺は C から B を引きます。で、どうするかっていうと、 まず、C の、X の増加量っていうのは、X 座標だけ見てください。で、今俺 C から B を引くって決めたから、C から B を引くの。つまり、T から、マイナス T を引いてください。これが X の増加量です。で、Y の増加量、もう Y だけをこうやって見比べる。でも、C から B を引くって俺は決めたから、こっちも、こっちからこっちを引いてください。マイナス T の2乗から、 2分の t の 1t 乗とこうやりますで言ってしまえばこれが今傾きなんです。で今傾きマイナス2って言ってくれてるでしょつまりこいつがマイナス2なんです。これで式完成あとはこいつがちゃんと解けるかどうか。で、まあ、ちょっとごちゃごちゃしてるんだよねしてるんだけれどまず上さマイナス t 乗マイナス2分の 1t は。 マイナス2分の 3t2 乗です。マイナス1引く2分の1するとマイナス2分の3だからね。で、下は 2t になります。いいかな今これが分子。これが分母ね。で、えー、わかんないってなるかもしれないんだけれど、もしね、もし分数がこれから計算した時になんかごちゃごちゃすると。分母と分子に乗ってるものが。そうなった時は、これを思い出してください。皆さん、2分の5って、 5÷2 ですかそれとも 2÷5 ですかどっちでしょうって言ったら、これ 5÷2 なんだよね。これは小学校でやったやつです。しつこいけど、分数ってのは 2÷5。2分の5ってのはこうだからね。5÷2 がこうなるから。こうよ。いいかいだから、これを思い出すと、結局、これ上÷下なわけよ。じゃあ、上÷下やってごらん。マイナス2分の 3t2 乗 ÷2t ってやってみる。 そうするとまず数字だけ考えるとさ割る2だからこれス4分の3になるよね。で t2 乗割る t は t が1個残るからこうなるつまりこの部分ってこれだけなのただス4分の 3t つまりス4分の 3t イコールス2両辺ス3分の4をかけましょう。入っているあぶねナス <laughs>、ね、3分の4をかけるとちょっと消しますね。 かけると、えっ、ー、と、こっちはプラスに変わって、3分の8になります。ってことで t が出ました。で、これがね、今日、ここまでやるとさ、達成感出てくるんだけど、違うよ。今回求めるのこいつだからね。こいつ。だから、最後 t をここに入れます。まあ、だから、x 座標は、3分の8。そのまんまだね。で、こっちが2分の1かける t の2乗。だから、これを2乗するから、9分の8。 64こうなりますで 2, 分2と64四約分できるから、えー、9分の32これで終了となります。はいい <laughs> バレてなごめんね何度動かしちゃって。 なので、最初にも話しましたが、今回はこの置き方が慣れている方にとってはそんなに難しくないです。使ってるものに関しては、これもね、かなりオーソドックスな解き方ですし、これもまあ有名な公式なので、教科書絶対載ってるからさ。ただ、慣れてないと、おそらくほんと3立てで全部取れないっていうパターンも出てくる。で、きっと、そんなにめちゃくちゃ出るかっていうと、めちゃくちゃ出るタイプじゃないの。この置くやつね。でも、出ないこともない。 だからみんながねもし今までこういう問題がちょっと苦手だったなって思う方はまずこの置き方ここのね A 置いたら B, あ B も決まるし C も決まるっていう,こう真横とかまあのっすぐ縦だからだいたいこのパターンだから対象で1個決めたら真横のところにとかまっすぐ縦に行って X 座標同じじゃん Y 座標同じじゃんっていうそれを使っていくことができるのでぜひこういう思いでね復習してもらって自分の力で解けるところまで持っていってください。 では、今回はね、高校受験対策の関数シリーズ第50弾やらせていただきました。今回の授業はこれで終わります。以上です。ありがとうございました。